皆さんこんにちは、リンクスのタクです。僕は今明治神宮の外苑前、青山の方に来ています。なんでこちらの方に来たかと言いますと、ちょっとね、野球観戦をしに来ました。明治神宮球場にですね、巨人対ヤクルト戦ということで野球を見に遊びに来ました。野球を見るだけじゃね、ちょっと物足りないということで、こちらのホテル、日本青年館ホテルというところに泊まることにしました。それでは早速ね、今日の動画行ってみようと思います。とりあえず部屋の方までチェックインしていこうと思います。あったあった。これがね、もうカードでなくして入る感じです。このカードのところに入れて、ついた。扉が一つ、ここを開けると何があるんだ。トイレでございました。自動で開くやつですね。これ外人さんびっくりですよ、きっと。結構今海外でもね、これあるみたいなんですけどね、やはりね、日本といえばトイレでございますね。そうこのお風呂とね、トイレがね、別々っていうのが結構ね、ありがたいなって思いました。これがね、くっついてる部屋と別々の部屋があって、選択することができたんですけど、料金がね、変わらなかったので、今回はこの別々のね、タイプの部屋を取ってみました。ちなみに部屋はシングルタイプです。こちらを開けると、洗面所ですね。バスタブ結構大きい、こういうタイプのシャワーでした。こんな感じでね、こちらのホテル10階にもね、大浴場があるみたいなんですよね。まだね、ちょっと使ってないので、これからね、行ってみようかなって思うんですけど、大浴場がついてるっていうのもね、一つ目玉かなと思います。洗面台もすごく綺麗です。そしてアメニティ、ちょっとね、アメニティね、こう毎回ホテル行って見るの楽しいですよね。オレンジオイルのコンディショナーです。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、コットンセットですね。こうね、至ってシンプルな感じではありますが、とてもね、清潔感があって ACP 揃ってるかなといった感じです。最近ね、行くホテルパナソニック社製のですね、ドライヤーをね、よく見かけるんですよね。これはもうなんかホテルでは人気なのかな、パナソニック。あ、こちらのホテルもやっぱりパナソニックでした。DH の ME48 という、よくわからんけれども、こちらのホテルもパナソニック社製の、ヘアドライヤーでした。やっぱいいんですかね。足元にはこんな着替えとかね、タオルとかを入れる、そんな顔もねありました。統一感もあってすごく綺麗です。浴室の前には大きな鏡がついてます。ハンガーもね、多めにあって、棚もね、上にもあって、すごくこう収納がね、できる感じでありがたいです。スプレーもね、あってね、まあね、この辺りはね、どこ行くもあるかなと思いますが、うちのやつと一緒だ。きっとシャープのね、プラズマクラスターの空気清浄機が一つありました。テレビは壁掛けでしたね。さあ、部屋はこんな感じです。モダンでね、シンプルですよね。そしてお水がね、一ついただくことができました。なんかかっこいいですね。なんか化粧水とかにありそうじゃないですか、これ。こういう入れ物のお水がね、一つついてました。そして電気ポットとドリップ、ドトールのインスタントコーヒーがありました。ちょっと朝もね、楽しめそうですね。ここにグラスがあって。いいですね。こちらのホテルね、なんかビジネスホテルなのかなと思いきや、まあ結構やっぱ野球場に近いということで、家族連れのね、方もいたり、もちろんサラリーマン出張の方もいらっしゃるような感じで、あとはこうスポーツのね、もうオリンピック関係者なのかわからないですけど、やはりこうスポーツ選手なんかも出入りしているような感じでした。いや、いいです。今回こちらの部屋ね、まあシングルではあるんですけども、まあ1万円切っています。僕が泊まっ
ったのが7500円ぐらいでしたね、うん、ベッドもシモンズ社製のベッドを使用されているということで、ね、寝心地は良さげです。ぐっすり眠れるかもしれません。でこちらベッドサイド、コンセントが1つと電源止め、あとリーディングライトということで、こうしてね、まあ、こう照明がねいじれたりする形です。こちらには USB 端子が1つ、うん、こういうロゴなんかがね、国立競技場近辺になんかふさわしいようなね感じもします。ブラウンを基調とした部屋になっています。いちいちね結構細かいんですよね、こういうライトとかね、ちょっと気になっちゃうんですよね、こういうところ、うん、どうなってんのかなとか見るのが楽しくて、天井のライトとか、本当はね自分の部屋とかもね、なんかこんな感じにしたいなとか、うん、引っ越ししたいなとかね、次住むところはこういうね感じにしたいなとかね、いろいろとねホテルとかを歩いて勉強をしたりも、しています。勉強っていうか、ね、なんて言うんでしょうね、まあ、趣味ですね、うん、そしてこちらデスク、うん、デスクね結構いいですね、これこのシンプルさがなんかいいですね。なんか高校時代を思い出します。受験の時にね図書館とか通ってね勉強してたんですけど、その図書館のこのいかにもこうシンプルなね、デスクをねちょっと想像してしまいます。ライト、うん、明るい、結構一つ一つのライトも明るくて調節もねできたりして、うん、いいかなと思います。さあお待ちかね、今野球が終わってで、もうね、球場とか真っ暗になってしまってるんで、ちょっとね、朝もね、見てみようとは思うんですけど、夜景見てみましょうか。お、こっちは、明治神宮球場、第二球場の方ですね。なんかボールがね、散乱してますね。ゴルフ練習場なんでしたっけ？そんなことを聞いたような、聞かなかったような。左側ですね、ちょうど。この辺。これが新国立競技場です。今ね、少し暗くて分かりにくいかなとは思うんですけど、あそこがね、オリンピックが開催される競技場になっています。そしてこちら右側ですね、先ほど野球を見ていた明治神宮球場です、うん、今ねさすがにちょっと暗くなってしまっていて球場がねちょっと見えにくい形にはなっていますので、朝ねむしろね見ていこうとは思います、うん、夜景もすごく綺麗です。価格も安いし、球場にも近い。そしてね、日程と時間さえ合えば、ここから野球観戦ができてしまうという。これは、オリンピック開催されたら、もう予約とかどうなんでしょうね。埋まってしまうのかな。すごい人気なホテルの一つになるんじゃないかなって、なんか思ってしまいます。きっとすごいんだろうな、この辺。来年、ちょうど1年後です。僕はねオリンピックのチケット当選いまでにしておりません。テレビで見ることになるのかな。僕みたいにねこう野球好きな方はねこの球場で野球をね見てもいいし、あとはねこうテレビホテルのねテレビで野球観戦見ながらね、うん、この神宮球場をチラチラ見てねこう両方同時観戦なんていうことができるかもしれないですね。それもなかなかおすすめですね。こっちは、今これファールボール、こっちは三塁側になるようですね、まあ、ちょっとね暗いんでね朝ねじっくり見ていこうと思います。こんな感じでした夜景。今回はね巨人対ヤクルト戦が神宮球場でね開催されているということで、ちょっと見に行きがてら、うん、帰りもねこう終電とかもね結構ギリギリにねなってしまうし、あとこう球場でねお酒とかね進むとまあ帰るのがだるくなったりするんですよね。まあねこれからオリンピックもあって、うん、野球好きな方にもですねちょっと進めてみたい、うん、何かのね参考になればいいなと思って、今ね動画の方を回しています。エレベーター早い、来るのが早い。ロビーは9階でした。9階のねロビーも全部こう窓ガラスになっていて野球場がよく見えます。東京オリンピック・パラリンピックが2020年ちょうど1年後に開催されるということで、もうねこの辺はもうすごい人だかりでもう大変なことになっているんじゃないかなと
って思われますが、僕みたいにね野球が好きだったりスポーツがね好きな方でしたりとか、すごくおすすめのねできるホテルになっていました。日本青年館ホテルでした。動画概要欄の方にも、こちらのホテルの公式ホームページの方リンク貼っておきます。詳しく知りたいなという方はこちらをねチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということでもしよかったら、チャンネル登録、ツイッターの方もやっています。よかったらフォローしてもらえたら嬉しいなと思います。リンクスのオタクでした。バイバイ。